はい、そうですね、あの10月9日の後、楽園ホールで、復帰が決まりまして、私、曽山学、どうしてもですね、復帰戦は、大森さんとシングルマッチでやりたいという気持ちを、昨日ですかね、全日本プロレスさんの会場に行きまして、直接、大森さんに私の気持ちを伝えたところ、まあ、その場では返事はもらえませんでしたのが、まあ、今日こうして、ちゃんとシングルマッチが組んでいただけたことを本当に感謝しております。はい。ありがとうございます。続いて大森隆夫選手、お願いいたします。はい、昨日の全日本後楽園大会でね、直接会長に足を運んで、もらって彼の意向を聞きました。まあ、本当にあの僕もいろいろ過去のこともあるんで、即答はできなかったんですけど、まあ一晩昨日試合が終わって帰っていろいろ考えまして、ここは過去のこといろいろありましたけど全てを飲み込んだ上でね、あの彼の復帰戦の相手を務めて、見たいというふうに、自分で決断いたしました。はい、ありがとうございます。それでは質問のある方よろしくお願いいたします。まあ、末さんはこうやって正式に決まって今実際できるようになってどういう印象が見えましたか。まあ、僕今までこのプロレス人生で、まあ、藤波さんの団体もなんですけども、あの全日本プロレスさんもなんですけども、まあ、形としてはその、ね、いい感じ の、 その、ね、円満退社というやめ方はしてないんですよ、おそらく。まあ、そういう部分でやっぱりそのなんていうんですかね、向こう側の皆様には本当に、大変ご迷惑といろいろかけたと思うんですけども、まあ、それでも僕自分自身がその今回はどうしても大森さんと復帰戦は戦いたい、もともと全日本プロレスの時に、ワイルドを組むにあたりまして、ワイルドコントラワイルドとそういう話から、ね、大森さんとはワイルドストリートファイヤーデスマッチ、あデスマッチじゃないですね、ストリートマッチでした、何でしたっけ、ストリートなんとかっていうとシングルマッチ2回やってますんで、3回目は、またもう一度ワイルドを思い起こすためにですね、ぜひともちょっと自分にまたこの刺激を与えたい、まあ、そういう気持ちで戦いたいなと思っております。大森さんはその、まあ、離れてから3年間ぐらい経つんですけど、その間の菅谷さんというのは多少なりの紙面等をご覧になってたりとかありましたので、ご覧になったらどういう印象をご覧になりましたか。そうですね、インターネットサイト等では彼 の、 行動活躍は見てましたけどね、はい、どう思ってたか、まあ、彼のやりたいことを体現してるんだろうなっていうふうには思ってましたけどね、はい、僕は僕で全日本プロレスに残ってやっていかなきゃいけないことを、自分の進む道をやっぱり戦っていくことをしていかなきゃいけないんで、それで精一杯でした。はい、曽谷さんは大森さんの離れてからのワイルドはどう思いますか。そうですね、まあ、あまり自分のことでいっぱいいっぱいだと思うんですから、大森さんのことは全く見ておらず、どういうふうに活動したのかっていうのはちょっとわからないんですけども、ただ髪の毛の色が変わったのかなっていう
感じではあります。はい、とにかくですね、まあやっぱりそのワイルドというものをね、こう追求していくってなると、まあ、大森さんもおそらく、まあ、私が見てなくてもこのなんていうんですか、背中で男は語るみたいなワイルドの信念がありますんで、それなりにね、三冠のベルトとか取ったり、そういう活動は多分してたんじゃないかなと思います。はい。ありがとうございます。他に質問ある方しますか。大森さん、昨日の段階ではその即答はできないということですけど、その一晩考えてやると決断したい大きな理由というのはどの辺にありますかね。そうですね、まあ、2013年に、末に彼が退団するまでの経緯だとか、その対談する際にあたってのことだとか、いろいろ思い返してみて、復帰するときにはゲットワイルドでっていうことはもう彼と話してたんですけど、まあ、それも果たせないままいなくなってしまったんでね。でも僕もやっぱり胸中複雑なものもあったし、ここで即答はできないっていうのはそういう部分ですよね、はい、でもやっぱり全てを飲み込んで、あの時の続きっていう言い方はおかしいんですけど、なんか果たせなかったものを今果たす、そういう巡り合わせというかチャンスに来てるんじゃないかなっていう、まあ、今回彼が全日本のリングにね足を運んでくれたことが、まあ、きっかけとなったことなんで、まあ、俺にとっては拒む理由もなかったし、うん、全てを飲み込んでね、思い切って一歩前に俺の方から出てもいいんじゃないかなっていう、なんかかえって行動を彼の行動から僕のなんかそういう気持ちの変化っていうか、そういうのをなんか起こしてもらったっていうふうには思いますよね。はい。ありがとうございます。他に質問ある方はいらっしゃいますか。あと瀬谷選手、先ほどそのワイルドを乗り起こすためにっていう表現されましたけど、この今このタイミングで大森さんとやるっていうところにどんな意義があるか思いますか。まあその今欠場している状態っていうのは、まあ、今回その初めてじゃないんですけども、まあ、2度目のこの欠場という部分でですね、そのどうしてもその欠場中っておそらく存在自体がどんどん薄れていくと思うんですよね。曽山学というレスラーの存在がこうどんどん地球上からこうなくなっていくような、そういうような多分状態になるわけですよ。だから会場にで試合をしないとお客さんはその分どんどんその思い出から離れていく部分で、やっぱり不安だったりとか、まあ、それでも試合したいけどっていう気持ちがどんどん薄れていく中で、やっぱりもともと自分がこうプロレスを楽しんでやっていけるってきっかけがやっぱワイルドだったもんですから、そのワイルドの原点をですねもう一度見つめ直したい。ワイルドとは何だったのかと、まあ、ワイルド五箇条、ワイルド五箇条何でしたっけ、大森さんの五箇条でしたっけ。女性に優しく、女性に優しくとか、まあいろいろあるんですよ。自分に厳しく、まあ、自分に厳しく、そやに優しく、あと何でしたっけ。宵越しの善には持つな、宵越しの善は持つな、雨の日には遠出するな。今日はすいません、雨の日に遠出していただいて、大森さんも月に一度は昨日寝ずに月に一度は散髪に行け、いやマイク持って喋ってください、全然聞こえないですから、伝えるのも我々の義務ですからね。大森さん、とりあえずふざけ
遠くの親戚より近くの知人、近くの愛人じゃないですか。まああの一つだけ大野さんに聞きたいんですけど、寝ずに考えたって言ったじゃないですか、この私のシングルマッチを。本当に 寝ないで考えたんですか。寝ないで考えたよ、うん、寝ないで考えました。目は真っ赤です。お疲れ様です。まあそれだけあの、まあ、今あの彼が話したあの決意しないだ自分の存在がなくなるようなそんな不安があるっていう気持ちはその同じレスラーとしてすごくわかるんですよね。で、まあ、全日本プロレスが2013年にあの離れ離れ分裂してしまった時に、まあ、彼がずっと欠場してた。でその間、残された選手で何ができるかと、まあ、試合もやんなきゃいけないとか、もう自分たちのことだけで自分のことだけでも精一杯で欠場している彼のことまで僕は正直あの大もばかってやれなかったんですよね。やっぱパートナーとしてそういうなんていうのかな、支えになれなかったっていう気持ちも同時に持ってるんですよ。なので今回の彼からの申し出は俺は受ける必要があると、そういうふうに自分で判断しました。これがワールド5か条の5か条目だ。すごく長い5か条目ですね。今の多分誰も覚えられないですよ。もう一回言いますか、さっきの5か条見えます？4か条目まではなんとなく終わったんです。5か条目までどこからどこまでが5か条目か。ダまでだよ。え？ダまでがダ最後のダーマですか。そう、すごい長いですね。おそらく今日一回行ったっきりで終わりますよまあでもあの本当に大森さんがそういうね、おそらくその全日本さんはね、皆さんが多分いいとは思ってないんですけども、まあ、その大森さんの死ぬ気でやっぱ僕にこうシングルマッチを、大森さんがやっぱ僕シングルマッチやりたいっていう。いや逆だろ。あ、お前わざと言うな。え、わざと、あ、それはあの僕がちょっと間違えたんですけど、でもその大森さんが僕とやりたいのも、僕が大森さんとやりたいのも多分1+2=2+1と一緒なんですよ。いやまあ今同じ位置になったんだよ。俺もお前とやりたい。だから2+1。きっかけは。きっかけはそうだ。昨日は2+1かもしれないですけど、じゃあ今日は。1+2ってことですか。いや一緒でしょ。1=1じゃねえか今は。1=1ってことは1じゃないですか。でも元に戻ったんじゃないのか。いやだから大森さんが僕とやりたいっていう言い方でも間違いではない、うん、あ今はね、今はね、まあ今はもう昔もいやいやいや、はい、いやその昨日の時点では1=0だった。1=0ってどうですか。1=0、1は1=0。その話長いの。いや、そろそろ終わりにしましょう。それだけ喋れば喉も乾くだろう。なあ、相変わらずベラ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 よう喋るな。久しぶりに会ったと思ったののび太のひげだけかお前は。いや、ヒゲはあれですよ。それで大森さんまた外見でこう相手を判断するっていうのは全然本当ワイルドではないですよ。やっぱり外見で判断するとかって言って人のこと金髪だとかなんとか言ってんじゃん最初に。おかしいだろそれ。何言いましたっけ。でも久しぶりに会って変わったとこって金髪になったくらいですねって、金髪になったくらいですねとかってなんか人間的に全く変わってないみたいじゃないか俺のこと。いや金髪って言いましたっけ。ひげ伸びました、ちょっとだけひげ伸びましたねっていうのはあれですか。いやもうひげと髪の毛の区別つかなくなったっすね。すごい、まあ、スーツ着たら人間そこまでひげが伸びるものかと思うよ。
ここある程度行ったらヒゲって止まるだろう、その長さっていうの。それまで伸びるんだな。おでこがどっからどこまでおでこってな感じ。いや、ギネスブックに載ってるなんかあのどっかの国の人みたいだけど。いや、大丈夫ですか。そうやってあの見た目の判断するの本当によくないですよ。なんか爪が異常に長い人が重さあれじゃないですか、ワイルドハートで。いやいや、そういう人はね、見かけがお前はだから。いないっていう。お前ほんとコーラゲン確保しとけよ、お前ふざけやがって。こんなつもりで俺は今日会見来たんじゃねえんだよ。ふざけてもないぐらい。またそれで得意の帰るやつですか。ちゃんと傘持って帰ってくださいよ。